皆さんこんにちは。怪獣チャンネルのプーゴです。シロです。ライガです。パパです。マシロです。ビール何その髪型？何その髪型？ソラくんです。足だけ。今日はパパに。パパ？うん。パパ？初めての沐浴をやってもらいたいと思います。マジで言ってんの？マジで言ってます。見つめてるよほら。ちゃんと入れてねって。最初で最後の経験をしてもらいたいと思います。いいけどやらないんだけど、ちゃんと手取り足取り教えてくれないと無理だよ。うん。ちゃんと教えるそこは。うん。これでいいでしょ？それ無理無理。我が家のカレー専用ジェンダー。そらく入っちゃった。そらくぴったり。お風呂だね、いいね。そう、パパいつも新生児だけは怖いから嫌だって言ってるよね。パンパースすら変えたことないよね。怖い。みんな経験することだから、ね、頑張ってもらいたいと思います。そら入るか。やってきますよ。脱がして。そう、脱がして。脱がして。肘からね、で、ガーゼで。足、お尻、背中、頭。足から順に入れて練習中、パパ練習中。ああ中断だ中断。もういいや、本番やろうじゃん。まずはじゃあ脱がせて失礼します。洋服脱がすのも初めて。どうすんのこれで？パンパースも脱がせてください。パンパース。そう。で、ゴミエぽい肘から抜くよ。肘？そうそうそう、まだ赤ちゃんは関節柔らかいから。ごめんごめんごめん。よしよし、もう出てきたから。はい、出てきた。はい、そしたら抱っこしてください。両耳を押さえるように。両耳失礼しますね。左手で両耳。ごめん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 、冷たいの手でごめんね。お湯加減は適温。適温ね。足から入れるように。足からね。ああ、ごめんごめんごめん。足から足から。ごめんごめん。足からゆっくりね。ゆっくり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 ね。ああ気持ちいいね。さあ気持ちいいね。で右手は離して大丈夫。右手離して大丈夫。でその右、そうね右。危ない危ない、怖い怖い怖い。そうそうそう、自分の方に向けるようにして。あ、気持ちいいね。気持ちいいの？そう気持ちいい。気持ちいい顔してるね。気持ちいいのか。そうか。そしたらもうでしょ。赤ちゃんってお風呂がね好きなんだよね。やっぱよ。気持ちよさそうに浸かるな。そうなんだよ。目やにとかどうする？そうはこのガーゼで目尻から目頭。目尻から目頭。こっち。そう。あと鼻の下もおでこも全部。さあ。うん、可愛い。可愛いね。もちの。全部一通り10分以内で終わらさなきゃいけないから、ちょっと。なんでさ、タイムリミット。いや、暴れないな。ちょっと待って。よし、いいよ。よし。で、どうすんの？で、これは頭。頭ゴシゴシと。頭ゴシゴシ。頭は比較的丈夫だから頭ゴシゴシして平気だけど、てっぺんがまだベコベコしてるからそこら辺気をつけて。うん、次は顔いきますよ。うん、つるつる。そしたらそのさっきつけた沐浴のガーゼで脱ぎ取ってあげる。で頭も洗ってあげちゃう。洗い残しがあったりとかするとニキビみたいに出てきちゃうから、なるべく丁寧に。頭はそのままつけちゃってもいいけど。ごめんすいませんでした。おー、タイムリミットが来てるぞー。ごめん。焦らしちゃダメだね。首をゴシゴシ洗ってあげる。これで。よいしょ。そう。ミルクの吐き戻しとか汗とか、今は冬だからそんなないかもしれないけど、夏は本当にそこがよく汚れるから。かぶれてたね。そうでしょ、上の子たちとか。手も洗ってあげる。赤ちゃんの左脇に、左脇こっちそう、こっちに手を入れてあげる。どっち？右手、そう入れてあげてひっくり返す。でこの肘、こういうことだ。そうで顔はつけないように。顔はつけないね。でこれで耳の後ろも。耳の後ろもあるね。とさっき、ここちょっと待って、ちょっと待ってごめんすいません、ちょっととさっき押さえ首の後ろも洗ってあげる。そうと背中とちょっと待ってこれちょっと背中とお尻の方までさがっつり洗っちゃって、戻しちゃって引き。戻しちゃっていいの？そうでそうでそのまま今度足行こうか。足ってどうやって洗うのこれ？足は拾って泡ゴシゴシかけてもらう。そうかけてもらっちゃってゴシゴシと。腰が痛くなってきた。そうこれを毎日やってあげなきゃいけないんですよ。ママさんは大変です本当に。はい、そしたらもう一回温まってあげて出ます。タオルに移動させてあげる。ですぐにかけてあげる。大丈夫よ。大丈夫。どうですかパパ？疲れちゃうよね。どうすんの？もう終わりに行こうか。このままじゃダメだよ、このままじゃ。よくまず着させるの俺。そうだよ。どうやって？とりあえず。ちゃんと拭いてあげよう。じゃあ、はい、じゃあ向こう行って着替えさせよう。はい、寒いね。ごめんね。よいしょ。先にパンパスで着替えさせてあげる。はい。そう。うん、先にパンパス。あ、これないね。で、指2本分ぐらい。ここが？そう。中入れた時に指2本分ぐらい余裕があれば引き。で、さっきのこのボディローションを塗ってあげる。そう。冷たいんじゃないの？ちょっと手で温めてあげて。濡れました。おへそはその綿棒で、そうグリグリと拭いちゃって平気。水分を取るように入れて、赤ちゃんの手を取って、そう手で出てこないんだけど、むずっ。ちょ力入れないで。笑ってるジグザグで。で反対の手も。紐を結んじゃおうか。腰が痛いんだけど。そうね、ずっとこの体勢はきついよね。このね、中腰ね。右前行ったからいいね。これちょっとでかいね。ちょっとね、50から70のやつを使ってるけど。あ、腰だ。ちょっと休憩。次はどうすんの？綿棒を使って、左手で頭を押さえ、動かないように。入り口の方だけで平気。奥まで入れないで。奥ってどのぐらいの？じゃあこんぐらいつまんでグリグリやってもらう。あ、そう。汚い。そう結構ね汚いんだよ。うん、そうもう片方。次は鼻の穴。鼻の穴も頭を押さえて入り口。うん、でかい、取れた。はい、オッケーかな、これでじゃあ。串これ。うん。串なの。そう、下からやる。下から？上からじゃない。ああ、そうそう。もう光になっちゃう。気持ちいい。立たせちゃう。男の子やん。女の子か。そうだよ。女の子。生身でうまくしらって目開けて、なんか言ったみたいな。おかわいいな、本当かわいいな、天使。あ、笑ってる。終わった、無事終わった、よかった。よかったね、お風呂入れてもらったね。はい、無事に終わりました。はい、どうでしたか、初めての沐浴。怖いとしか言わないよね。首とかがブランブランだし。ライガがね、1歳ぐらいの時に、一緒に湯船使ってて、その時になんか滑ったかなんかで沈んでったんだよ。そのなんかトラウマがあって、なんかね、新生児は余計入れられなくなったんだよ。なんかそういうのトラウマになっちゃう。だー、そら、痛い。ほら、なんでよ。鬼ごっこ。アンパンチしないの。あんた赤ちゃんにそんなことやって死んじゃうよ。怖い怖い。疲れたでも。ママさんたちは毎日やらなきゃいけないから、初めて産んだお母さんとかもね、みんなこうやってね、みんなこうやって経験していくから。本当に誰一人いないもんね、新成人にお風呂入れ。ないね。怖くてね、入れたくないって。1歳ぐらいになって初めてこう入るぐらい。そうだね。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。はいはい、じゃあまた見てね。バイバイ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。